ポップオーバーは、エッグバターで作られる軽く、空洞となっている、ロールパン。ヨークシャープディングと似ており、一般的にはマフィン型、または専用の斜めというより垂直の壁を持つ、ポップオーバーパンの型で焼かれる。ポップオーバーは、菓子とイギリスのスコーン代わりとしても、昼食や夕食の食事としても提供されうる。日本においても2014年頃から提供される店が、 増えてきており、ブームになりつつある。ポップオーバーという名前は、バターが焼いている時に、マフィン型から飛び出すことに由来する。またの名前を、ラップランダーとも言うが、これは、サーミビトを指す古い言葉である。ポップオーバーは、相当の進化を遂げているものの、17世紀からイングランドで作られてきた、ヨークシャープディングや、類似のバタープディングのアメリカバージョンであると言える。 知られている中で最も古いポップオーバーに関する言及は1850年のイースチュアートの手紙の中にある。ポップオーバーのレシピが掲載された最初の料理本は1876年に発売された M.H. ヘンダーソンのプラクティカルクッキングである。料理本以外で初めてポップオーバーに言及した書籍は1892年に発行された。 エーヘイズのジェスイットエスリングであるエヴァン・ジョーンズによるアメリカの料理は以下のように述べているメイン州から来たポートランドの入植者たちはヨークシャー州のプディングをローストビーフ時にはローストポークの肉汁で滑りを良くしたカスタードカップの中のバターを使うことでアメリカナイズした別のアレンジではニンニクを使用ししばしばハーブも用いるこの料理は それぞれのパリパリした肉の風味のペーストリーが膨らむことからポートランドポップオーバープディングと呼ばれている。他のアメリカのポップオーバーのバリエーションには小麦粉をかぼちゃのピューレに置き換えオールスパイスやナツメグなどのスパイスを加えたものがある。しかし今日のアメリカのポップオーバーの大半は肉やハーブで味付けされずバターテイストである。オグデンナッシュは歴史的出来事の順調。 このようにひっくり返している。レッツコール、ヨークシャープリン、エイフォーチュネートブランダー、イッツ、エイソートオブポップオーバーザットターンド,アンドポップット、アンダー。ありがとうございます。